阪神競馬3レース2歳未勝利芝内回り 2000m 10頭立てです。上空また雲が厚みを増してきてこの時間日は陰っています。湿気を含まない風が吹いてくる今日の阪神競馬場、ようやく秋の気候といったところです。スタンド前からの発送実頭立て偶数番号のゼッケンの各馬が誘導を受けています。ベレンガリア、オリエンタルナイト、ブルボンクイーンと入って最後はオイデレオ。10番ゲートにゆっくりと近づきます。入ってゲートイン完了。スタートしました。10頭揃った飛び出し、1コーナーを目指して先行争いです。各馬探りながらという先行争いの中、8番ブルボンクイーンが出ました。内馬3番のアクシノス、2頭の間、7番オールデュスブラン、さらには9番ミラキュラスドラマも上がっていきました。ミラキュラスドラマが今先頭に迫っていきます。4番オリエンタルナイトが前から5頭目、その後タガノデュード、オイデオ、超元気と続いて10頭少しばらけて1コーナーのカーブです。先手は8番ブルボンクイーン、リード1馬身半で2コーナーに差し掛かります。9番ミラキュラスドラマが単独2番手、3馬身間が空いて7番オールデュスブランが3番手で向こう正面に入ります。4番オリエンタルナイトが前から4頭目、5番手インコース3番アクシノス、ここは先頭まで8馬身から9馬身、5番タガノリュードがその2馬身後ろで、外を10番オイデレオがポジションを上げにかかります。残り1200を通過。2番の超元気が後ろから3頭目、後方2頭は1番帝王カルドアと6番ベレンガリアが並んでいます。向こう正面中ほどから3コーナーへ、1000m 通過1分2秒前後です。ここで先頭8番ブルボンクイーンに10番オイデレオが並んで、2頭が並走、3コーナー内回りに入ります。3番手は3、4馬身が来ました。9番ミラキュラスドラマ800を切りました。ペースアップ。4番手は5番タガノリュード、その後7番オールデュスブランが内から、外は4番のオリエンタルナイト、ここは先頭まで5、6馬身の圏内。4コーナーカーブ残り600の標識を過ぎました。後ろ4頭は少し離れています。8番ブルボンクイーン、10番オイデレオ、2頭並んで4コーナーカーブ、2馬身差、外へ持ち出して9番のミラキュラスドラマが前2頭に接近していって4コーナーから直線、その後はタガノデュード、内は7番のオールデュスブランです。横に広がっての追いかける直線コース、今度は9番のミラキュラスドラマが先頭に変わる。外は5番のタガノデュード、間から4番のオリエンタルナイトが伸びてくる。200を切りました。追い込み勢は超元気、あるいは6番ベレンガリアで坂を登ってくる。9番ミラキュラスドラマが先頭リード2馬身、2番手5番のタガノデュードに、外から6番のベレンガリア、あるいは2番の超元気、ミラキュラスドラマ先頭で合理。2着争い接戦、5番のタガノデュード、6番ベレンガリア、2頭並んでいます。間2番の超元気もよく伸びてはいますが、わずかに体勢不利。4番手勝ったのはエピファネイア3区のミラキュラスドラマです。最後は抜け出しての完勝でした。鞍上ミルコデムーロ騎手。2着争い接戦、5番タガノデュード、6番のベレンガリア、2頭並んで2着争いです。勝ちタイム2分1秒3、上がりタイムゴールまでの 800m 47秒7、 600m は36秒1でした。ミラキュラスドラマはエピファネイア3区、おばあさんがゴールデンサッシュですから、おじにステイゴールドがいるという決闘です。ミラキュラスドラマデビュー4戦目で初勝利。さあ2着争い、これから場内映像ストップモーションが流れます。これは微妙、内5番タガノデュードか、外6番ベレンガリアか、写真判定が行われます。2着争い、この2頭は写真判定です。阪神3レース到達順は1着9番ミラキュラスドラマ、2、3着写真、5番タガノデュードか、6番ベレンガリアか、4着2番超元気、5着1番帝王カルドアです。写真判定の結果発表、確定までお待ちください。こちらは祖母がゴールデンサッシュというミラキュラスドラマ、キャリア4戦目での初勝利ということになりました。 2,3 着写真判定になりましたが、シャッターカメラの映像から判断して最終オッズは9番2着5番3着6番と見てお伝えします。1番人気、4番人気、8番人気の順です。
単勝9番 2.4 倍、枠連58 7.6 倍、馬連5番9番 8.1 倍、馬単9番5番 13.7 倍、三連複5番6番9番 135.3 倍、三連単9番5番6番 399.7 倍です。2着以下は混戦でしたが、勝ち馬は快勝でした。確定までお待ちください。